よろしくお願いします、先生。手加減はなしでいくぞ、カラタ。はい。進め。俺がみんなを守ってあげる。これでわか。ハッチ。まだ。カナタ。はい。これ。頼もしいね。そうだ、クレス先生。俺、もう次のステップに進んでもいいと思うんですよね。うん。やった。うん。先生。そうだ。え？あれくら次のステップに進みたいん。ああ、はい。一気に切り抜ける。いいかい、カナタ。ただがむしゃらに力や技をぶつけるのではなく、時には相手の弱点を見極めることも重要なんだ。弱点。やってみます。先生、あの必殺技、今日は見せてくれるんですか？減るもんじゃないし、いいじゃないですか。わかった。今日は特別だよ。いいかい？一度だけだからね。本当ですか？やった！この打撃で決める！戻った！うわー、かっこいい！さすがです、クレス先生！よし、そろそろ引き上げよう。ありがとうございました。本当に強く大丈夫。あ、悪い。どうかし、いや、とにかく。はい、もちろん。俺はもっともっと強くなりたいんです。みんな。はい、身寄りだから俺が守ってあげなくちゃ。君のその正義感は正しいし、優しさは尊いもの。彼方だってまだ。俺はもう子供じゃありませんよ。うん、そうだ。このまっすぐさは彼方のいいところだ。だけど、まっすぐすぎるからこそ。クレス！どうしたんですか？雑貨屋のとこのばあさんが頭を打っちまって、すぐに手当て。わかりました。そう思って。でもどうして頭に蹴る。どうやらば、犯人は修道院の。ちょっと待ってください。今の本当ですか？犯人が修道院の子供って。ああ、カナタ君。なんだ、あそこには一人問題。あの子は村の作物や。その感じで、今回は金を盗もうと。それって決めつけじゃないですか。ナクレス先生、俺すぐに修道。わかった。だけど、修道院までの道は魔物も多い。はい。急がないと。
初めから覚悟は決まってる。生きて帰れると思わないことに。クレス先生直伝の剣技見せてやる。魔物なんかに負けてたまるか。マジックヘルスクロス。手間をかけさせない。そういえば前にクレス先生がすごく強い魔物この森の主を探してるって言ってたな。急いでるし今は会いたくないけど。
ビアティ素棒でトレやってやるか。あんた髪が崩れてるわよ。え、本当に？後で直さないと。ヘルプ！生きて帰れると思わないか。今日は泣いてないよね。いつも泣いてるわけじゃありません。はあ、なんとか勝てた。よし、森を抜ける。修道院。できました。すごい。
人になっちゃうかも。抜きませんよ。行くよ、みんな。はっ、影の竜。深淵の洞爺湖を果たすリベールイグニッション。はっ。あまり天に飛ばせ。いざ尋常に勝負。自分の心に従って戦ったまで。